三十五、佐々木氏の祖父の弟、白身にキノコを取りに行きて宿りし夜、谷を隔てたるあなたの大なる森林の前を横切りて、女の走り行くを見たり、中空を走るように思われたり、待てちゃと二声ばかり呼ばわりたるを聞けりとぞ。